的ポールから命からがら山奥へ逃れた大佐であった。大佐、いいもの腕が続きよ。いつかポールが自分にとどめを刺すためにここへ来るだろう。自分を手厚く世話してくれた動物たちを巻き込むわけにはいかなかった。大佐、ご案だよ。山を離れるいい機会だった。後にお供になるカラスとクマが並んで走ってきたが、この頃はまだ身を挺してまで大佐を救うほどの義理もなかった。